天才ピアニストの深夜おでん。どうもみなさん、こんばんは。こんばんは。舞台袖でぶっ放してない方、天才ピアニストの竹内です。まあ、ぶっ放したというよりかは、<laughs> ま、ちょっともう、出てたまである。あ、どういうこみです。 いや今日ね、はい、今日ねというか、まあ、日付またいで昨日ですけれどもね、はい、あのちょっと舞台いただきまして森の宮でね、うん、あの袖でスタンバイしてたんですよ。うん、でねあの、まあ、舞台袖ってこうパートと椅子並んでまして、はい、でね、あの鏡なんかもあるんですけれどもそこでね椅子座ってみんな待ってるんですよ袖の椅子に。はい、そしたらおもむろにますみさんがね、うん、立ち上がって端の方にこう行かれましてね。で、で私はちょっととネタのことで一個 連絡事項がありまして、まつみちゃん、あっしようかっていうのを言いに行ったらですね、なんかマスミちゃんが笑ってんなって、なんか笑ってんなと思って。いい顔してんなって、舞台前に。そう、口角上がってんなっていう感じだった。今から舞台やから、楽しそうにね。楽しそうにしてるのかなと思って、マスミちゃん、最後のくだりやねんけどって言ったらね、ツーンとね、ツーンというかプーンというか ノワーんと言って。いーがね。ノわーんというか、モワーっというか、ポワーっというかね。角のない。そうそうそう、ろみのあるね。あの、身に覚えのある匂いがしてきましてね。で、もうね、私らぐらいになってきたらね、まさみちゃんこう言ったとか、ぶっ放したとか、やったって言いませんもん。笑、笑いやってよ。まさみちゃん。はい。だけ。うん。だけやな。もう、まさみちゃん。はい。な。はい。こっち来たらあかん。離れなさい。離れなさい。 いやどこ何何最後のくだり何じゃないんだってもうこっちに寄ってくるなよもう出番めっちゃもう2分前とかやったからその今私のモアンを書いてくれてるところ申し訳ないですけどこっちもやっぱ聞いとかんと聞いとかんと漫才師匠出るからプロとしてあかんやろってモアンは一旦吸い込んでもらってなんかねモアンがね真澄さんの体を離れてからも意思を持ってるのか別にね空間にファッと拡散するものでしょはいはい香りって。 じゃなないねなんか寄ってくんねんこっちに <laughs> 集合してくんねん <laughs> だから私あ<ー>ネタの説明しながらその毎秒吸ってるわけだからなあれは、うん、あの実際に第一ぶっ放しのとこで普通はさプスってなって終わりやんそうやな私そのプスっていう感じじゃなかったと思うねわ分からん私も匂いで分からんん出たよ <laughs> なんか私っぽいなってうんただそのプスっていう、うん、大きい位置じゃなくて これね、えー、ポンポ状態かいなハトポッポか記者ポッポか知らないけどもあれ記者感もありますねはいあなるほど数発に分けてめっちゃ小さくねガトリング状態ってことですか、ね、だからついてきたのね <laughs> だからマスミがこうトーマスやとしたらそれずっとはいはいって白,白猿がはい白煙がずっとね、まあ、応援というかうわー キーですかいうかやいやそれでさもう出てへんみたいなこと言ってもさそれはもう分からへんみたいな感じで他人事でやるじゃないですかあれだけ態度改めてほしいですけどねそんなんは私も分からへんぞトイレ行かなく分かるやろ漏らしたかどうかは。ません でも多分まああの感じやと、うん、あの、まあね、ガスだけだったと思うんですけど、うん、あのなんかね、本当自然の摂理に反してるんですよ。ええー。だからその普通はだんだん弱まっていくでしょ。うん、右肩上がりやりますみたいなのならって。<laughs> なんやろうな。なんか吸えば吸うほど濃厚なっていくのよ。うんうん、なんやろうな、あれ。溺れそうなんね、陸上で。ええへに。フレイバーでフレイバーで。なんか吸って、 ちょっとこう顔よけてね新鮮な空気そうとするでしょその先におんねんもう回り込んどんねんなるほどななるほどなやないかなほんままあ焼きたてのパンケーキのようなそんなええもんじゃないですけどねこの一瞬の香りだけじゃなくてまあ持続し濃厚なねそうそうそうもわって香ばしいそうそんな感じありましてねはいうんま体調を崩しかけたその時って感じなんですけれどもねどっちのどっちのなますみちゃんもますみちゃんでなお腹痛なってるわけだからな んかせえねんなんかちょっとお腹痛いなと思ってたら匂いしてきたからじゃあ私かっていう消去法でなそうそうそうめっちゃちっちゃいね私おならが一個おならが一個やないでほんまにおならが一個ねちっちゃいな一個って何やねんポッ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 ポ なあ,あんた肛門すごいやんほしたらイルカの輪っか状態あだから水中でこうてへんから分からんだけで、うん、そうそう私が水中になったら輪っか輪っかになってんねや <laughs> だいぶ肛門の協力いるでそれまあまあそう協力はしてくれへんけどあんまりまあないし卒できてない絶縁状態やもんなわかる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 でもまあまあそういうね、うん、久しぶりにあのしっかり、まあ久しぶりでもないんだけれどもちょっとね人が多かったんでね私もちょっとだけ気遣いましたけど まあでも知らんうりだでもなんか、まっすんってこういった感じにならへんねんな、なんか。な、なんか。うん。そう、私は、へこきぶんぶんやってこと知ってるけど。てるーれがへこきぶんぶんやね、ほんま。へこきぶんぶんってこと知ってるけど、みんなは、ますみちゃんがまさかへこきぶんぶんとは思わへんやん。で、まあ男性芸人がな、よくおるからな。で、スタッフさんも男性おるしな。そう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 。うまさかますみちゃんがぶっぱなしてる思えんから。バレへんねんな。そうやな。うん。 ままああね今まで無事に過ごしてきたわけなんでそうそうそう問い詰められることもなくねそうそうそうまさかっていうあなたが笑い出すからねバレそうになるんだけどねんで私のせいやね笑うしかないやろしっしっすかせえああもう今日もねたっぷり過ごされましたけれどもねじゃあそんなんいいんですよそんなんそんなんもありましてねほんで森宮で通ーありましたので合間時間にですねあの吉田たちの悠平さんがはい ン加ってくださって知ってますアールベーカーっていう美味しいね。盛岡マゼンキル行った時にねぜひ寄ってください。そうそうそう。結構近くにある。大阪城公園の中のね。大阪城公園のとこのね。スターバックスの横やね。パン屋さんがめっちゃ美味しいし焼きたても常に出てて。あの揚げたてカレーパン欲しかったな。あれチーズ入ってたよな。チーズ。あじゃチーズか何か分からんかっていうけどチーズやなあれ。チーズチキンカレーチーズカレーパン。うわバターチキンカレーチーズパンみたいな感じ。 バターカレーチキンカレーチーズカレーパンいやカレーおー。カレーがおー、それ。そうそうやな、あれ美味しかった。ほんで、それをね、学園で食べてましたら、学園にテレビがあるんですけど、デルマパンゲのサコタさんがですね、ちょっとこれつけるわって言って、NHK ののど自慢。はい。ね、あの、お付き合いになられたんですけどね。もう、超ご長寿番組ですよ。聞くところによると、サコタさんはのど自慢がめっちゃ好きらしい。せやね。マジで、毎週見てんねん。 日曜日いつも満劇の今日「森の宮なんですけど漫才劇場の方の楽屋でも絶対「のの自慢」つけて迫田さん一人かパーティーパーティーのキムキムさんと二人かどっちかで見てんのよあキムキムさんもたまに参加してるそう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 迫田さんはどういう見方をしてるかっていうと本当に真剣にご覧になってるんですそうやねこの人が合格するかどうか金がいくつだろうかとかなんかちちょょっっととと芸人のの悪いこころでね 素人一般の方が何かその芸をやってるのってちょっと裏笑いというか「何してんねん」みたいな「何してんねん」みたいなねいやいやいやみたいなちょっと変な笑い一般人みたいなそう押したりするんですけど一般人多いからねそう裏笑いすることも全くなく真剣にそうでなんか浅琴さんなりの基準点というか分析されてるんですよね分析してんのよね分析されててこういう人が受かりやすいこういう人が受かりにくいとか出だし聞いたら大体分からはるんですけど なんか <laughs> まずあのモノマネをすると合格しにくいらし、はい <laughs> サザンオールスターズとかねラルクとかビーズとか、はい、まあモノマネしたなりません、ね、歌い癖が強いからそう,そういう人うまいねんけどモノマネした時点であああかんわって思うらしいでほんまに合格しへんかってな、うん、そのモノマネっぽいことした人は歌い方を寄せた人は上手やったんけどなそう上手でも、うん、とかあのまあもう上手くないねんけどうん、うん この人はもう出ただけで意味があるけみたいなそういうパターンもあるやん、えー、すっごいもうあのご長寿の方しか、はい、もう90歳とかそうそう、うん、あの出た経緯が素晴らしいとかねそうそうあと海外の方でと片言の中日本の歌歌ってるとか歌ってるとか親子とかうん、まあ、この人らはもう出ることに意味があるけって言って <laughs> 出ることに意味がある気やしたし。<laughs> とか、あと、あの、元気にやってるのはいいけど、うん、ちょっと妙にダンスしてみたりとか、パフォーマンス部門をね、充実させてる人ね。エアギターとかやりだしたら、ああ、ああ、ああ、これは、うん、あかんでそう。歌に自信があったら、そんなんせんやろ、と言って。うん、すごい熱い味方されてたんですよね。ねめっちゃ楽しかったんの一緒に見て。そう なんか、自分では見ひんけど。上手い下手でももちろん見てはるけど、うん、いやー、そろそろもう、放送時間も終わりやから、もうちょっと合格者出したいやろ。<laughs> 構成、番組構成もね、そうやね踏まえてくれてんのよ。まだ今んとこ2組ぐらいしか出てもうちょっと出したいけどなあそう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 。<laughs> え <laughs> そやねそんなとこまで見てんや。ほんでも、もう、あ、モノマネしてないけど、声出てないなとか、そう。声甘いなとか、嫌な歌い方やなとか、なんかいろいろね。<laughs> とかね。ずっとコメントされて、解説。<laughs> もうあくまでもこの素人の方の,あの歌唱の部分を見たいのよ迫田さんそうやねプロの方が歌いだしたら「ちょっとタバコいってくる」<laughs> <laughs> あ、えええええこう聞かへんねや」って素人の方の歌が聴きたいだけやだか、ね、らそうそうそう素人名人のね、うん、そうそう素人名人のね面白い見方してはりまし、ね、たね 一般の方でね人前に出る勇気があるんだなって思いますよねいやすごいよだってあんな結構大きなホールでしょ大きいホールだから迫田さんそれも言ってたよなまず普通に歌える方がおかしいんよみたいな普通素人でいきなりこんなとこ出て声出んわみたいな何百人の前でねタイトルコールしてそう大したもんですよやっぱり NHK さんだからめちゃくちゃリハしてるんじゃないですかあそうか NHK かあれ NHK さんうわすごいでしょ NHK さんってリハ入念だからそうやねねそうやそう。やっぱあの MC の人もすごいわすごいテンポ感でさ20組ぐらい出るわけやんかはいはいはいで金が1個2個の人もさなさんとそうそうそうしっかり立ててあげて「的な歌声でしたけどもね」とか「誰に届けたいですか」とか「そうですか」だけじゃなくて一言なんか添えてそやなあれはいい番組ですよあんなんさ芸人やってなかったら絶対出へんわ出る 出るる勇気あるその素人名人か,なんかうんきっかけさえあれば出てみひんって友達に言われたりとかして出てみる出てみんのかいもうええわ <laughs> <出て S 2> 私だって高校の時とか学生全員の前で歌ったりしてるうわーなんで何それえな何やったかなあれ何の出し物やったんかなあ二人でああな人で,なんで,なんでえっ何の時に歌ったのな連れて行く妖怪な そう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 、えー、英語英語バージョンで英語バージョンかいモノマネしてへんやろねしてないわよ <laughs> 外国人のモノマネからおやみチャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどうどう